はい、どうも、ヤスです。どうも、しんいちです。はい、うん、では、今回は、うん、このしんいちさんと対談を取ります、はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。もう、しんいちさんとは何回もね、そうですね、対談を取ってるんですけど。はい、結構、はい。蜜月の。蜜月の関係。はい。希望っていう感じなんですけど。はい。うん、またなんか落ち着きないですか。落ち着きないですか。そう、なんか久しぶりな気がして、はい、はい、なんか、はいはい、逆に新鮮っす。逆にの使い方は大丈夫ですか。ちょっとアップアップしてます。はい、はい、うん、でまあ今回はですね、新一さんと、はい、TAV について話をしたいんですけど、TAV、はい、いいっすね。わざとくせえ。まああの新一さんはですね、うん、まあ、これまで私のブログでも、はい、まあ、ちょくちょく紹介はしてきたんですけど、うん、あのまあ、11浪して、うん、あ、そうですね、あの医学部に、はい、入学して、はい、で、6年間ちゃんと、はい、真面目に勉強して卒業したんですけど、卒業しました。でも医者にはならずに、そうですね、はい、ナンパ講師をやってると。そうですね、丸1年ぐらい経って、はい、なんかこれが板についてきた。慣れてきました。なるほど。ベテランの香りも、はい、風格も出てきた。風格も出て、はい、来てたらいいなって思ってるところですけど。なるほどね。はい、まあそんな、うん、ちょっと変わった人とか、はい、まあ異色の、異色、はい、異色のナンパ師界隈の中でも異色な、うん、だいぶ存在なんですけど、異彩を放ったざるを得ない感じは否定できる。自分で言っちゃう、ね。自分で言っちゃうあたりも、ね、はい、はい、一切放ってますけど。で、うん、ブログも割と人気で、はい、ああ、そうですね、最近記事も、はいはい、ちょっとだけアップ、ちょくちょく、はい、ちょくちょく更新して、うん、でツイッターもフォロワーすげえ増えてきてるし、ツイッター、そうですね、今2000、はい、行きました。2000いったんですか。そうですね、おお、なんかもう有名人じゃないですか。そうっす、割とそのツイッターで腕立て伏せしてたんですけど、あ、それを見ましたっていう人、その動画もちょっとバズって、あ、ちょっとプチバズり、バズり、そう、結構多いんで、はい、こう見ましたよ。で、勉強会を開いたりとか。そうですね、最近だいぶ、うん、結構月 1,2、はい、回ペースで結構コンスタントに開いて、で、うん、ね、ナンパの講習をやったりとか、うん、講習もやってますね、はい、結構、はい、コンサル生もちらほら、はい、ちらほらちらほらいて、はい、はい、まあ、そんな感じで大活躍な新一さんなんですけど、はい、うん、ありがとうございます。で、実は、うん、そんな新一さんのには原点があったと。そうですね、はい、あるなんかターニングポイント、ターニングポイントがあったと。そうですね、はい、転換点が。で、それが、うん、まあ、実は、うん、ね、TAV だったと。そうですね、何を隠そう。実はTAV 買ったの、うん、いつぐらいでしたっけ。大体5年前ぐらい、はい、5年前に、2013とか14とか、はい、その辺だと思うんです。はい、TAV 歴長い、歴長いっすね、ベテラン、はい、ベテランさんとして、はいはい、今襲名いたしました。はい、長いっすね、うん、長いっすね。え、はい、で TAV 買う前にも一応、うん、はいはい、何個かその教材とか買ってたんですよ。結構ナンパ歴自体も10年ぐらいあって。あ、そうか、長いですね。長くて、でそれまではそのアマゾンで本ですね、はい、あの検索でナンパって検索して引っかかった本をもう片っ端から買っていくっていう。その頃からノウハウコレクターの片鱗は見せてたんですね。そうですね、はい、割と、はい、そうですね、コレクト気味な感じはあるんで、収集癖があった。収集癖がどうしても、はい、片っ端から買う癖をね、持ってる。そうですね、で、うん、で割とその本、はい、まずは本から入って、はい、で結構読みましたね、はい、そうで割とインターネットが普及してから、はい、そのブログ、はい、ナンパブログですね、はい、それを読んでましたね。なるほど、うん、そうで、うん、TAV にどうやってまず出会ったんですか。そうですね、まあ、出会いはそのナンパブログ読んでたら、はい、結構なんかみんな口を揃えてじゃないですけど、はいはい、なんかちらなんか TAV みたいなワードが出てくる。ちらちら目につき始めて、ちら見せしてくるな。ちらちら見せ、なんだ俺と最初知らないから、はいはい、なんか、うん、そうす、なんか当たり前みたいに TAV に当然かのように、はい、とりあえずなんか TAV でどうこう言ってみたいな、うん、何それみたいな、ちょっと共有できない、なんか仲間外れの勝手に被害者意識を持ってたと。被害者意識を爆発して、なるほど、
まあ、みんなそんな言ってる、うんはい、でそれで知ったっていう感じですね、うんうん、でもうすぐ買ったんですか、うん、割とソースでも、うん、もう気になったらとりあえず買ってみて、まあ、買ってから話そうみたいなところがあなるほど、はい、割とだから買うことには躊躇がないというか、うん、そうですね、まあそうですね、うん、割とナンパ上達したいっていう気持ちもあって強い思いがあったから強い思いがあったんでなるほど、うんまあ、それだけみんな口を揃えて TV って言ってるからにはもう買わないわけにはいかないですね。で、そうですね、うん、で見たんですよその TAV のなんか、そのなどういう内容かみたいな、はいはい、いわゆるレターっていうかセールスレターセールスレターみたいな、はい、でそこに動画が埋め込まれてるから、ねあはいはい、なんかすげえ強気なキャバクラ嬢を割となんか当選もして、はいはい、なんか仕事に行く途中なのにそれをこう店に電話して、はいはい休みますって、はいはいはい、要は生息から連れ出すみたいな、はいはい、動画って音声音声なんですかね音声しかしたらサンプルの音声サンプル音声かもしれないですね、はい、多分脳内イメージがすごいできちゃって動画と勘違いしたなるほど、うん、でそれ聞いてそれでもう衝撃っすよ ね、 すよねやっぱりやっぱそれまではなんていうか、うん、割と誠実系っすね、はい、こう穏やかな感じっていうか、うん、でなんかそうす優しい感じというか、はいがこう普通だったんで、な何それみたいな、そんなのあんのみたいな、ちょっとなんか奇跡を目の当たりにするみたいな、ちょっと衝撃、ミラクル起きちゃったから、ね、こんなことあるかなみたいな、うん、あですぐ買ったんですかそれで、それでもうソースでもう、もう買うっていうのも決まってたんで、でまあもう見たらなんかやべえなっていう感じで、まあ、すぐポチりますね、ポチって、うん、どうでした買ってみて。やっぱソース衝撃っつうか、はいうん、やっぱなんか今までの考えとちょっと全然違うこと言ってたって、そのナンパに対する心構えっていうか、はいそのまあ、いわゆる強気な態度というか、こびないっていうのを、ね、やっぱそこで初めて知ったっていうか、うんうん、確かに普通よく言われてるそのナンパとか口説きのテクニックって、とりあえず褒めるとか、褒めたり、そう。なんか、うん優しくするとか優しくする そ, う、まあ、それ一般的にはねそういうふうに言われてる、うん、わけですけど、うんまあ、TAV はその辺がね全然違いますよね全然そうですねもうこびない自分を崩さない、はい、そういうのかなり、はいうん、新鮮でしたねでそこで、うん、もう考え方が、うん、ナンパに対する考え方が180度変わったと変わりましたねもうだいぶ引き込んだ、はいああだいぶ聞くんですそうっすねちょっと岡田のマインドインストールする必要に迫られたっていうか迫らざるを得ない必要に迫られた必要に迫られますよそれを見たら、はいはい、でそこからはもう、うん、あのそうっすねこの界隈でも有数 の、うん、あの岡田フリークになった岡田フリークにならざるを得なかったいろいろ他にも買ったんですよ、うん、あ岡田の商品、はい、そうっすね、はい、結構買いましたね割と十何個か買ったんですね十何個買いましたねはいはい、まあそれぐらいハマるぐらい、うんあのうん、もう衝撃を受けてそうですね研究する、はい、研究するしかないっていうか研究せざるを得なかったっていうかなるほどこう押さえとかないかなっていう思いにすごいありました実際それを、うんまあ、聞いてみて、うんまあ、実践してみて、はいはい、どうだったんですかナンパの方は、まあ、そうですねまあ岡田も言って最初は道聞きからやりましょうみたいな、はいはい、まずは声かけをまず声かけをっていう、はい、そこから、うん割と忠実というか、はい、結構道聞きをやって、結構道聞きだけで即ったりとか、はい、あなんか言ってましたね、別の音声で、うん、あの福岡とかあそうです、その頃九州に住んでたんで、はい、そうそうで、もう道聞きなんでね、はい、あのどんなやりやすいんで、うん、すげえ可愛い子ばっかりに道を聞くちょっとスケベ、不審者スケベ、スケベランバシーそうです、はい、が誕生したと日々道聞きしてました、はい、もうなんか毎日聞こう、最低1話聞こうみたいな思って、あと習慣化してたんですか習慣化しようと思って、で道聞きなんでできるんで、そうです普段、まあ、その子ちょっと大学行ってたんで、医大の方に、はい、その休み時間とか、放課後とか、ちょっと街に出て、道を聞くっていう、そうやってました、でそのソロナンパで初めて即ったのも、はい、結構、その道聞き、はい結構でかかったとか、うん、そういう感じから結構速く
大体道聞きで九州は道聞くだけで作れるっていう九州だと九州だとだからなんだろうか、まあそうです、九州は、はい、でもまあよく言われてるのは、うん、TAV っていうと、うん、じゃがりこナンパのイメージが強いじゃないですか、はいはい、でも、うん、まあそういうふうに別にアプローチの仕方って、うん、アプローチそうですね、そう自分のそれにこだわる必要なくて、そうですね、道聞きが、うん、が得意になったら、うん、まあ、そうですね、道聞きでやりゃいいし、そうですね、自分に合ったというかやりやすいのからまずはやっていけばいいかな、ね、うん、大事なのはそういうマインドとか、うん、マインド、そうですね、あのそういう部分なので、うん、まあ、道聞きから、うん、あのまずは声かけして、でそこから、うん、その TAV の教えに沿って、うん、そね、その展開を進めていくと、はい、持ち物いじったりとか、あるので、はい、そこにつなげていけば、はい、なるほど、うん、そうですね、で、うん、まあ、そういう感じでやってました、やってて、うん、まあ、その後、うん、TAV の、まあ、関連で、教材をたくさん買って、うん、その中でも、はい、うん、あのさっき話してたんですけど、はい、LINE の教材が良かったんですか？そうですね、一番良かった、はい、そうですね、ライブラリーの中では、その LINE の、まあ、教材あるんですけど、うん、それをじゃあ、ね、うん、学んで、はい、あの LINE のやり方、うん、効果的なテクニックみたいなのを学んだ、うん、はい、学びましたね、はい、やっぱりそうです、それ見るまではやっぱり LINE ですげえ仲良くなろうとしちゃうみたいな、はい、あ、うん、グラ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 やっちゃってそこでミスるみたいなのがあったんで、はいはい、まあ、それやることで割とまあスムーズにアポにつながるようなやり方を学べたっていう、はい、なるほど、今でも基本的にはそのやり方にのっとってやってますね、うん、じゃああのまあ、ノウハウコレクターの新地さんが、うん、そうですね、あのお墨付き、はい、TAV 本編以外で、まあ、うん、一番おすすめするのはあの LINE の教材だと、そうですね、はい、うん、なるほど、じゃあそうですね、うん、まあ、TAV についていろいろ話してきました、うん、まあね、新地さん、はい、まあ、今後は今後、うん、ナンパ講師としてさらに、そうですね、はい、どんどん活躍していくと思うんですけど、そうですね、はい、今後そうですね、この TAV の学び、はい、日本だけじゃなくて、はい、ちょっと今海外にちょっと飛び出そうっていう、世界中でナンパしようよっていうのを本格的に本格化するんです、まさに、ね、あのブログのヘッダー画像にもね、うん、まあ、世界を探るって書いてます、そうで、あと実はちょっとブログタイトルも、はい、もう本当先日もう実は変わってて、一応自分自身を信じるっていうのが割とあるんですけど、はい、まあ、それとその世界っていう組み合わせで、はい、まあ、ちゃんと信じる、はい、世界中でナンパするっていうタイトルに変えました、本当先日ついに、じゃあ、はい、グローバルナンパ師、グローバルナンパ師としての産声をね、はい、今度上げたんで、あ、ぜひね、あの一瞬世界でこの TAV の、はい、もう威力もね、はい、素晴らしさをね広めて、はい、うん、世界良くなればいいっていうか、うん、そういうのもなるほどやっていますね、うん、じゃあ今後の活躍もぜひお楽しみにということで、お楽しみに、はい、うん、じゃあ、うん、あの今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました。